ちなみに何か症状ありますか？肋骨が、はい、骨折して、まだ痛みがちょっと残ってます。どのくらい前に骨折しました？去年の年末です。去年年末に肋骨、はい、右側、右です、はい、あ、そうですね、10番、はい、あ、10番骨折されて咳して骨折したんですか？そうです。おー、だいぶちょっと怪しいですけど。怪しいっていうのは何か痛みが？あ、そうです。今日ちょっといろいろやっていただいて、はい、左も痛いなっていうのが分かってきた感じ。あ、なるほど。他に症状ってあります？なんかあと右の、第一指親指ですね、うん、足の、うん、はい、を骨折してます。それはどのくらい前ですか？8月25日です。あ、最近、去年の、はい、交通事故で。交通事故で、はい、後ろからぶつけられて、うん、なんか蹴った感じですね。その助手席に乗っていて、玉突きで。あ、そうです、ね、はい、あ、ありました。それまでに何か症状ってありました？は特にはないです。ないです、はい、分かりました。じゃあ、靴脱いでいただいて、はい、ではちょっと肋骨からいってみましょうか、はい、触ってて痛みあります？今ちょっと痛い。何が痛いですね？あそこですね、うん、折れたのってこの辺りですか？ちょっと後ろ側ですか？なので、まあ、肋骨が折れてるってことは、もちろんこの側屈が、大丈夫ですか？大丈夫です。制限されてきますし、こっちはまだ大丈夫ですね。はい、こっち、きついですね、はい、うん。で、回線も肋骨が動かないときついですね。これがきついと。こっちはもう全然いかないですね。肋骨で止まってますね。まあ、屈曲はそんなに問題ないということですね。肋骨で止まってますね。どっちもこっちで止まってるという感じで。まあ、さっき練習で施術してもらったんで、かなり骨盤の動きは良くなってますね。背中がちょっとこれは硬い、特に胸椎、中部胸椎あたりが本当はもっとこう胸反れる、張れるんですけど、途中で止まります。ここから行かないですね。だこうなっていると呼吸も結構浅くなったりとかするんで、今ちょっと深呼吸してもらっていいですか？全然吸えてないですね。まあ、玉突きの後ろからぶつかられたっていうことなんで、そういったケースは結構その後なんか腰とか首とかむち打ちとかなんかありました。ちょっといいですか？で、そういうケースって割と足に問題があって、今だから首とかの動きって制限あります？上向いたりとか、ちょっと硬いですね。下向いたりすると下は行きますね。で、右左向いてもらってやると、まあ、どっちも引っかかってますね、うん、はい。ですね、右、特に7番の右が内打ちみたいな、その症状はもう今ないですか？はい、いや、あります。あります、はい、どういう時にあります？まだ子供ちっちゃいんですけど、はい、子供抱っこした時とかあと重いもの持った時とか。それって座ってても立ってても？両方出ます。両方出ます、はい。ちょっと7番硬いんで、ちょっと足曲げてもらっていいですか？こ
骨折したのって、はい、先端ですか、それともこっちの季節骨の、あ、この辺ですね、これか。一応反応があるんで、こっちの影響はありそうですね。座っててもそれが出るってことなんで、おそらくそれ以外の問題もあるかもしれない。一応足の問題で取れそうなんで、うん、ちょっとその後また問題出てくるかもしれないので見ていきましょう。まあ一番今日気になっているこの肋骨の胸郭のところですね、10番のところの硬さ、ここも骨折なんで、あの骨は治ってるけどその周辺組織がまだ多分循環が不足して治りきれてないとかあると思うんで、そこは治していきましょう。ちょっとこれキープしてもらっていいですか。はい、キープしてもらって、で左こんな感じで、これキープしてもらって、力入んないの分かります本気でキープしてください、はい、全然入んないんでしょ。こっちにちょっと今神経問題みたいなのが起きてますね。でこっちは結構本気で押してるんですけど、力ちゃんと入ってますね。100% じゃないけどだいぶ復活しましたね。でこれでキープしてもらってどうですか。全然入ります、はい、うん、ってことはその反射による神経の問題が起きてたっていうことですね、うん、でこの胸郭の硬さを見ていくと最初よりだいぶ全体としては柔らかくなってますね、特に左側、うん、右もだいぶ押せるようにはなってきました。後ろは硬いですね、多分中盤あたりかな。あ、これはもう完全に力入ってるんで、これをキープしてもらって、動けないですね。で7番どうか、強調されました、うん、さっきよりも硬いの分かります、はい、カチっていう硬さが出る。でさっきはいろんな歪みが出てたんで、あのそれに覆われて、あの問題がはっきりというかユニットで硬かったんですけど、そこはごっそり取れてもうここががっつり硬くなりましたね。で、あ、やっぱ足だな、ちょっと曲げてもらって、で、あ、この骨折箇所でしっかり反応しますね。ここ触ってるとこういう感じ、離すと全然違います、はい、うん、このケース今、まあ、多分手術されたことがあるんでしたっけ、はい、十二指腸、そうですね、はい、手術経験もあるんで、その影響で多分これ伸びないっていうのもあるんですね。ただもう一つ、その胸骨壁が持ってるその構造補正システムが使えないから広がらないというか伸びないっていうのもあるんで、そこをまず調整して、あの全体の循環をちょっと上げてみて変化見ていきたいと思います。で今、整体が終わって循環促進された段階、ユニットではあの動きやすくなってますね、さっきよりかは。で、まあ、こっちもさっきよりかはいいですね、うん、ただあの治ってるわけじゃないんで、まだ左に比べたら硬さがあるっていう感じですね。だいぶいいですね。肩回してみてください。あ、右も左と同じぐらいになりました、うん、でこれで構造補正が使えるようになってくるので、あ、もうだいぶいいですね。肋骨の引っかかりはまだあるんですけど、それをカバーできるぐらいこの胸郭が動けるようになってきて、背中も全然違う、全然違いますね、はい、これまだ全然なんですよ、はい、もっといけるんですよ、そう、機能が失ってるから、多分
いつも以上に多分ここまでやったの多分数年ぶりとかかもしれないですけど、はい、もっといきます、はい、これはまだ全体の構造を整えてあげた。であとは部分調整入っていきます。でちょっと寝ていただいていいですか、はい。でまあ、骨折されてるんで一応 TL で追うとこの辺りかな、ここですね。で、まあ、あのストレッチ手技を使っても調整はできるんですけど道具使ってあげた方が体にとっては負担ない少ないですね。一応反応するんでここローラーで取れそうですね。どうですか、はい、右動くなりました。むしろ左の方が今硬いですね、はいはい、左は何だろうな。あ、でも左なんかあるっておっしゃってましたよね。そうですね、左も同じように。あ、で、おそらくこれ手術ってどういう手術されました。あ、もうここからここまで回復で。あ、回復でやったんですか、はい、あ、ここ切ってるんですね。そうです。あ、これですね、はい、多分ここがこれが一番古い、何年前ぐらいか。30年前、はい、で多分その手術痕でちょっと 傷口もそうなんですけどその中結構こうね層を切っていくわけじゃないですか。皮下組織からダーッと内臓までいってるん でここの影響で多分ここが硬くなってて肋骨が動き悪くなってて、まあ、常に引っ張られてる状態で多分咳とかして折れやすくなってたのかなっていう感じですね。なんで調整すべきはここですね。ここやると胸がすごい広がるようになるかなとなってます。で例えば結構いろんなところにこれ影響してそうなんで、ちょっと膝曲げてもらっていいですか。例えば寝た状態で回旋していってもこの引っかかる感じあると思うんですね、まあ、どの辺が引っかかっその辺が引っかかる感じありますよね。これもどの辺がこれ本来こんなついてこないんですよね。硬いからついてきちゃうんですけど。どうですか。やらかくなりますね、はい、胸郭がだいぶ左も動いてきました。で両膝曲げてもらってまあ、多分 100% 取れてないんですけど、さ詰まり感どうですか。全然違います。ないです、うん、ちょっとまだ残ってるのここか。ここで取れます。で、取ってあげると、で、残すときの、ああ、ないです。なくなりましたね。はい、あ、すごい。で、足だいぶ軽くなりましたね。で、起き上がっていただいて、座ってみてください。で、肋骨、どうですか？いけますね。はい、まだここちょっと問題ありました。ここのこれできれいに取れたので、どうですか。大丈夫です。痛みはなくなりました。回線はだいぶいいですね、はい、肋骨の詰まりっていうのがなくなったんで、はい、で、あと多分上向いた時のまだ引っかかりは残っていると思うんです。上向いた時の引っかかりはちょっとで、うつぶ、あの上向きで寝てもらっていいですか。で、ここのまだ頸椎7番のところ
硬さがまだあるんですね。で骨折したところ、まあ、一度にこんな本当は治さない方がいいんですけどね本来は体のことを考えると。水素が一番反応がいいですね。で、これで取れたので、大丈夫、痛くないです。痛くないですね。はい。で、起き上がってもらって、で、上向いてみてください。ああ。おお。全然違う。引っかかりがなくなりましたね。そのムチ打ちとかも、この足の問題だったり、まあ足が結構多いんですけど、が影響してたりとか、だからどこ首いくらやっても治んないのはこういうのがあるかなんですよね。まあ、今回分かりやすく骨折してましたけど、骨折じゃなくても、結構こうグッと踏ん張ってる影響でこの辺とかに問題が起きてたりとかよくするんで、その辺チェックした方が良かったりしますね。肋骨どうですか？ゼロではないですけど全然楽です、ね、楽になってます、はい、今痛みゼロではない。どういう動きで痛いですか？肋骨ですね。はい、これでちょっと、あ、はい、はい、ちょっと座ってもらって、今この動きでまだ痛み残ってるんですけど、肋骨周りは割と綺麗に取れてるんですね。で、側屈とかに影響する箇所、ちょっと靴下脱いでもらっていいですか？右足だけでいいです。今ちなみにこう右左比べてもらっていいですか？右まだ引っかかってますよね。あれ割といけるんですね。で実はここはね結構影響してるんですね。でこれ4月にオープン予定のクラウドテープ、はい、はい、どうですか？これ貼っただけです。はい、でも全く痛くないです。痛くなくなりました。全然痛くないです。足の影響がより影響を受けた、特に肥骨。もう決まってる。もちろんこっちの方がいってますね。決まってる。いやここは怪しいなと思ってたんで、はい、あでもここは少なからず影響はしてるんで、他に影響あったらまたそこを狙っていけばいいんですけど、おそらくここかなって思ってたんで、OK ですね。ありがとうございます、はい、でこれ貼ってればまあ今完全に治ってるわけじゃないんですよ。で貼ってるとそこが徐々にこう調整されていて、 あとはその壊れてるところって調整してもそこが安定しないと、また負荷かかってくると症状出たりとかするんですけど、貼ってるだけで安定してくるんでより治ってくるって感じです。